はい、3日目です。もうこれ初日に買ったおもちゃなんですけど、もう羽が1枚もありません。クレオちゃんがね、全部むしり取っちゃいましたね。で、こっちですね、本題は。なんかキャットタワーが、クレオがね、来るって決まった日なんで、来た前の日に注文しといたやつが届きました。なのでこれからこれを作って設置していってあげたいなと思います。 Amazon で注文しといたんですけどね。なんか高さ110何センチらしいんですけど、もうカートンサイズちっちゃいんで、 42×42×19、 なんか中にまとまって入ってるんですかね、かなりぎゅうぎゅうに。ちょっとわかんないですけど、作っていこうかなと思います。あれ、これ入ってる？逆かな。よいしょ、こった、なんだ、おいおいおい、ね、ねねねクレオちゃんね、こっちじゃないよ、爪とぎ、こっちだからね。これだよ、爪とぎ、そう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 、これ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 。びっくりした、しょっぱなから用途が違う。なに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 、クレオ先生、ちょっとクレオ先生やめてください。クレオ先生やめてくださいね、クレオ、クレオちょっとどいて、クレオちょっと危ない危ない危ない、クレオまだ終わってないからね、クレオ終わってないから。出てきた、うん、満足、満足ですか。よし、 OK かな。一応レンジしとく。おお、びっくりした。クロちゃんちょっとどいてくださいね。クレオさんどうですか、早速登ってますけど、気に入った？さっきまでね、この中にいたんですよ。ちょっと気に入ってくれたみたいで嬉しいですね。作った甲斐ある。ただね、説明書がすごい分かりづらいのと、超シンプルなんで必要なものぐらいしか書いてない。まあ、あとはまあ、六角レンチがついてくるんで、ネジとかいらなくてね、そのまま作れるんで、まあまあまあ、その点はいいですかね。やっとキャットタワーが来たんで、まあ、これで遊んでくれればいいですね。うん、爪ちゃんと研いでくれるかな。どうしたの、これ、なんか気になる。ペロッと、はい、そんな感じで、皆さんのお家にもキャットタワーございますかね。